あなたのコミュニケーション能力、今日からスコーンと上がっちゃいます。最高の自分で最高の人生に。今日もあなたに唯一無二の個性と生きがいを引き出す知恵を分かち合いしていきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。こんにちは、島田です。今日はあなたのコミュニケーション能力をこの動画だけで上げる、そんな動画をお届けしたいと思います。コミュニケーション能力が高ければ仕事においてもプライベートにおいても必ずいい流れになるのは誰が見ても明らかですよね。コミュニケーション能力いりませんっていう人なんて絶対にいないと思うんですよ。もしかしたらあなたはすでにコミュニケーション能力あるかもしれませんし、もしくは人見知りで人と話すのが苦手でコミュニケーション能力上げたいなと思ってるけどなんか難しい、そういうふうに思っているかもしれません。今日はもともとコミュニケーションが苦手だった僕がやってきた結果、こうやって動画で話すことにもできるようになっている自分に慣れてますし、僕のクライアントさんや僕の身近な人もどんどんねコミュニケーション能力を上げれるようになった一番重要なポイントについて話していきたいと思います。もう最初にね結論だけお話しするんですけど、そもそもコミュニケーションを取りたいと思える人だから話せるんですよね。そして話を聞けるんですよね。コミュニケーション能力が高い人は自分が話すのが得意なだけじゃなくて相手から聞くこともできる人。そうですよね。コミュニケーションは会話なので、つまり相手から話してもらえる人であること、だからこそあなたの話も聞いてもらえるわけです。そのためには何が必要だと思いますか？それは心地いい安心感なんです。いいですか？心地いい安心感を持つだけであなたに話すスキルがあってもなくても相手が安心できる、そしてこの人にだって話していいと思えれば自然とコミュニケーションはどんどん生まれていくんです。だからあなたがやるべきことは心地いい安心感を相手と一緒に作れること、これだけで OK です。じゃあその心地いい安心感どうやって作るのか解説していきますね。そもそも僕たちが人に対しての安心感をどうやって作っていけるのか、これは発達心理学の中でわかるんですけども、やはり僕たちは小さい時に両親や身近な家族によって大切に育てられること、そして温かい家庭の中で育つことによって安心感を得ることができます。泣いた時には助けてもらったり、怪我した時には傷を癒してくれたり、どうしていいかわからなくて困っている時には助けてくれたり、そういったところから絶対的な安心感というものが生まれてきます。もしかしたら幼少期にそういうことがなかなか経験できずに傷ついてて安心感を感じづらい人もいるかもしれません。そんな人であっても大人になって安心感を改めて構築していく、感じれるようにすることはできます。まず一つ目が簡単なことなんですけど、あなたが安心できる人とハグをすることです。大人になってハグをするって日本人ではなかなかないかもしれませんが、ハグをすることによって体と体がしっかりとこうくっつく、そして安心して抱きしめられることによって心地よさ、それから安心感を自然と体がですね、そして心が無意識のうちに感じることができるんです。だから幼少期にもしできなかったとしても、今あなたの身近にいる家族だったり大切な人と意識的にハグしてみてください。そしたら何とも言えないような心地よさ感じたりとか、小さい時にはそんなことできなかったけど今しっかりできているなというふうに感じることができます。これはお金もかからないし、そしてそういう人がいればみんなできることなので、ぜひやってみてください。もしかしたらあなたがやってあげる側になるかもしれません。それはそれであなたが一緒にいてくれることで相手は安心感を感じることができるようになりますので、いろんな意味でね意味がある方法なので、ぜひやってみてください。二つ目は両親からやってもらったことを書き出してみてください。僕はコーチングの中で両親に対するワークやるんですけども、多くの人が両親から怒られたりとかネガティブなことを記憶している人が多いんですよ。まあ、これは人間の生命反応で危険なことを察知する能力の方が高いですので、ちょっと怖かった経験とか嫌だった経験の方を記憶しやすいから当たり前は当たり前なんです。だけどどんな人であってもですね、両親からしてもらったこと、そしてあなたの両親に代わるような人からしてもらったことっていうのは絶対にあるんですね。だけど記憶の中でそれを見ないようにしていることが多いんです。だから両親だったり両親に準ずる人からあなたがしてもらったことを書き出してみてください。
これはね、書けるだけどんどん書いていくと、あ、こんなこともしてもらったなとか、こんなこともやってもらったな、そして実は厳しかったけどそこに愛情はあったんだなということがどんどん分かってきます。常に僕らは陰陽の法則が働いているので、ネガティブなこともその時感じていても必ずそこにポジティブなものがあるので、まあ、小さい時はね、そのポジティブなものを見ることが能力的にね、小さいからできなかったかもしれないんですけど、大人になって改めて書き出してみると、実はそこにはポジティブな面もあったんだって気づくことができます。で、そうするとネガティブに思ったことが実は愛情だったんだっていうふうに分かってきて、そうすると安心感より感じれるようになります。ぜひ両親からしてもらったこと、両親とに準ずるような人でもいいと思います。大切な人からしてもらったことを書き出してみてください。たくさんあるはずです。3つ目はネガティブな情報をキャッチしないということなんです。実はいろんなニュース、それからメディアが報じている内容っていうのはネガティブなことはかなり多いんですね。これはまあ意図的に作られているかもしれませんが、どうしても僕たちは先ほども言った通り、ネガティブなものほどしっかり記憶してしまう性質があります。だから、マイナスなことを常に感じていると、心がざわざわしたりとか、気持ち悪い感覚とか、なんか落ち着かない感じになりやすくなってしまうんですね。これって自分の中にないのに、外部から受け入れてしまったことによって生じているものですよね。だからこれ本来自分の中に安心感あるのに、外部からそれを受け取ってしまって、すごくこう違和感がある状態になっているんです。そういう状態で人とコミュニケーションを取ると、安心感あるようで、やっぱり相手感じてしまうんですよ。なんか浮ついてるなとか、なんか落ち着きがないなとか、なんか余裕がないな。それが感じ取られてしまうと、相手も同じようにね、余裕がなくなったり、ちょっと落ち着けなくなったりすることで、コミュニケーションをうまく取れなくなってしまうんですよ。なので、ネガティブな情報をね、特にキャッチしやすいなと。それからそれキャッチすると、なんかこう心がざわざわしたりとかっていう風にブレやすい人は意図的にそれを遮断するってことをやってみてください。ということで、このハグをする、それから両親や両親に準ずる人からやってもらったことを書き出す、そしてネガティブな情報をキャッチしない、この3つのことを日頃から意識していくだけで自然と心地よい安心感を生み出すことができます。そしてあなた自身が心地よい安心感を持つことができると、どんな人であってもですね、あなたと話しているときにその空間の中にですね、心地よい安心感が自然と生まれてくるようになります。これができるようになると、あなたがコミュニケーション能力がなかったとしても相手が話したくなっちゃうから、あなたは聞き役だけでも全然 OK なわけですよ。コミュニケーションっていうのはあなたが話すことじゃなくて相手から聞くこともありますからね。そして相手から聞いてあげれるほど相手にとってはいい話ができたなっていうふうに思えるんです。なので、まずはあなたが心地よい安心感を持てるように今日お伝えした3つのポイントを意識して日々生活してみてください。するとコミュニケーション能力がかなり上がっていくと思いますよ。ぜひやってみてください。概要欄の方にはより深く自分を理解するための方法、それから夢を現実的に叶えるために何をやればいいのか、どう考えればいいのか、それからメンタルブロックが発動した時にどういうふうにそれを解除していけばいいのか、その3つのポイントについてですね、ワーク付きの動画準備しています。すごく好評ですので、あなたもぜひチャレンジしてみてください。今日は以上になります。では。